海はこんなに綺麗なのに。何にも知らないくせに何偉そうなこと言ってんだよ。エリート官僚が出会ったのは、玉ねぎを作る兄と海苔を作る弟。この家捨てたお前になんで俺がそんなこと言われなあかんねん。昔の海は豊かやった。海苔の色落ちだ。お父さんよう言うとった。山が海を助け、海が山を育てる。海を豊かにする方法があるかもしれません。お世話になった島と島の人たちに恩返ししたいんです。これを成功させて海に栄養を必ず。本当にできるんですか。俺たちと一緒に海守ってください。お願いします。お願いします。淡路島を舞台に描かれる人と自然の再生の物語。種まく旅人、国生みの里。